竹山 3.5 ひなほの神散歩。今日の小町さん、よろしくお願いします。はい、小町です。よろしくお願いします。今週は愛媛おやつ図鑑からあんこのお店をご紹介します。あんこめっちゃ好きです。うわ、めっちゃあんこだめちゃくちゃあんこです。すごいこちらは伊予市のあんパティスリー七日さんです。あー、すごいですね。これはもうそのまま水羊羹か。一枚流し水羊羹という商品なんですが、こしあんの滑らかな食感と製あん所ならではの自然な甘みを追求した水羊羹になっています。うわ、もうこのトゥルトゥル感で絶対おいしいのが分かります。はい、もうすごい輝くほどトゥルトゥルに、うん、この下の白い丸たちはあんこですか？これもそうですね。石田製あん所さんというあんこを作ってるお店がやられてるパティスリーなんですけども。へー、この桜あん、はい、抹茶、めっちゃおしゃれ。入れ物とかもめっちゃ可愛いですもんね。続いて宇和島市のアンブリスさんです。え、すごえ、すごこれはあげたらめちゃくちゃ喜ばれますね。はい、これ作るのに 何億時間かかるのか。繊細ですよね。はい、すごい、めっちゃ綺麗。すごい、一個一個、しかもこのお花の種類が違うのがすごいですね。また、はい、こちらの商品はお花のおはぎセットというものなんですけども、下がおはぎなんだ。はい、そうです。あのすごい細かい作業なので、はい、大量生産はちょっとできず。あ、そうですよね、はい、1週間前ぐらいまでに予約をするのがおすすめです。たい焼きとかも売ってるんですか？美味しそう、羽ついてて。あ、そうなんです。羽付きのたい焼きなんですが、こちらは粒あん、こしあんを選べるそうです。うわ、めっちゃ、あ、白玉入りも。続いて、まさき町の三栄堂かしほさん。え、かわいい。これまためっちゃすごいですね。はい、あ、しかもこれ6月っぽいですね。あ、そうなんです。紫陽花というか、なんか梅雨っぽさがある。練り切りって食べたことありますか？あります。あの、茶道をやってたので、ずっと。そうなんですね。これすごく好きで、うんうん、あの和菓子大好きです。でもこんなにでもグラデーションの綺麗なあの練り切りは初めて見ます。すごい、食べるのもったいないぐらいですよね。キャラクター系の練り切りも。あ、本当だ、かわいい。これはなんだ、この、ね、この犬、え、これは何、犬、犬、これ犬これは犬、犬と猫とカエル。そうですね、ベロを出してる犬だと思います、はい、かわいい。娘さんのアイディアもいろいろ生かされているそうで。すごいですね。アイディアがすごいですね。うん、そうですよね。色もそうだし、キャラクターも可愛い。以上、今日の小町さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ひなほの神散歩、また来週。